今回は生姜と三種の汗味噌、マダイだし仕上げ、札幌一番味噌ラーメン、賛否両論、笠原正弘監修の味噌ラーメンですね。こちらを食べていきたいと思います。いや、すごい有名店監修なんで美味しいんじゃないですかね。中はスープと火薬ですね。これは先に入れるもんですかね。やっぱり一応取り出して入れてからですね、両方入れてからお湯を入れるというところで先に入れちゃいますね。まあこの台はいつもの札幌一番と変わらないんであれなんですけどね、どこまで美味しくできますかね。これあんまり高いは入れないんであれですけど、このことが可愛いですよね。花柄のかまぼこでってところであれですけど、じゃあお湯を入れていきます。どこまで変わりますかね、これ。これから3分なんですけど、いやちょっと、だからもうそもそも70周年なんですね、これを皆様と歩んで70年ってところで、いやもうそんなに経つんですねってところですね。いや札幌一番味噌ラーメンですよ。いやマダイとかすごいですからね、なかなかそういうラーメン食べないですからね。いやちょっとどんな感じか気になりますね。これ一応成分としてはこちら、まあいつもの 油揚げ麺ですね。これで、まあ植物油脂とでんぷん、食塩、油脂加工品、味噌と砂糖ですね。でスープはもちろん味噌が入ってて、糖類、食塩、香辛料、魚介調味料、粉末酒ですね。で昆布エキス、マダイエキス、酵母エキス、発酵調味料ですね。で火薬はエビ風味調味、エビ風味卵加工品かと、ネギとかまぼこですね。というところなんで、やっぱりちゃんとマダイ入ってるのはいいですね。マダイエキスがちゃんと入ってるので、そのあたりはいいですし、まあ、昆布エキスも入ってて、っていうところですよね。これ結構やっぱ美味しいんじゃないかなと思いますね。まあちょっとこのあたりはちょっと普通の油揚げ麺なんで、どこまで美味しくなるかっていうのがすごい気になりますね、これ。いや、なかなかあれですよね。で、一応カロリーとしては316キロカロリーで、食塩は 4.8 ですかね。まあ、ちょっと少なめですかね、カロリーとかも。300キロ台なんで、ちょっと軽めな感じですけどね。やっぱ有名店が監修してますからね、これ。これはちょっと気になりますからね、賛否両論っていうところで。いや、ちょっと、ちゃんと名前ですし、しかも顔出しですからね、ちゃんと。店主が、ね、店主か、店主だと思いますけど、監修してますからね。まあ、こういうのはちょっと、期待しちゃいますからね。でも値段はそんな高くなかったんで、ちょっとあれなんですよね。結構倍以上したりしますからね、これの。値段としてはそんなに変わらずってところで、いつもの、まあ、札幌味噌ラーメンよりちょっと高いかなぐらいな感じですよね。それで買えたんで、ちょっと、まあ、どこまで期待するかですけどね。普通に火薬とかもスープも、まあ、先入れで、まあ、いつも通りってところですからね。どこまで化けるか気になるんですけど、まあ、ソースこうしてるうちにもう3分経ったんで、そろそろ食べていこうかなってですね。いや、どうですかね、これ。いや、ちょっと気になりますね。どう出るかってところで。結構、札幌市はもういろいろコラボしてるんで、ちょっとこの味で決まりますね。買うかどうかですね。というところで、3分経ったんで、あそこの、マダイ出し時代の、札幌味噌ラーメンをいただきたいと思います。うん、いや結構魚介系の味噌ラーメンになりましたね、これ。いや、これは面白い路線変更ですね。ここも変わるんですね。いや、普段のよりだいぶ美味しいというか面白い味になってますね。うん、完全に普段のあの札幌一番の味噌ラーメンをアレンジしたって感じですね。結構元が残ってないぐらい変わってますよ、これ。
まあでも言ってしまえばちょっとチープさは残ってますよね、やっぱり。まあ値段なりというか、うん、まあさすがにこれはちょっと無理な話なんですけどね。値段を考えるとそこまで感動するほど美味しくはなんないですけど、でも札幌一番の味噌ラーメンのこの可能性を見るっていう意味ではすごいですよね。これほとんど値段変わらないでこんなに変わるとは思わなかったですね。うん、いや、魚介系の味噌ラーメンがあんまないんで、こうも合うとは思わなかったですね。ちょっとマダイだしというか、うん、まあ、タイまでは分かんないですけど、やっぱり魚介系だなっていうのが分かりますからね。うん、やっぱいいですね、こういうのも。やっぱこういうアレンジいいですね。まあ、そんなに値段を変えないずにちゃんとできてますからね、すごいですよ。うん、いや、具も面白いですからね、味付いて美味しいですね。出汁が効いてますね、これ。これはいいですね。確かに結構高級感出てるんですよね。麺はまあいつも通りなんであれなんですけど、違いますね、やっぱり出汁が出てるとですね。まあ大出汁ですからね。生姜も結構強いかなと思ったんですけど、そんなに強くないんで、いいアクセントになってますよね、これ。生姜で全部台無しになるとこでしたけど、まあ、それはそれで好きなんですけどね。ちゃんと魚介の出汁が感じれるぐらいの強さなんで、本当に引き立てるぐらいでちょうどバランスいいですからね。いや、結構の発展系で美味しいですね、これ。発展的な美味しさですよ。魚介が好きならいいと思いますね、これ。味噌ラーメンで魚介も少ないんで、珍しいですからね、やっぱり。いいと思いますよ。味噌も結構深みがあるんでいい感じなんでしょうね。まあ結構あさり的になってるんで、やっぱそれは求めちゃダメですけどね。あっさりめで勝つってとこですよね、やっぱり。まあこれでこってりにすると多分マダイだしが死んじゃうと思うあれですけどね。まあこれぐらいが本当にバランスいいですからね。いや、限られた予算ですごい頑張ってるなって感じですね、本当に。いや、これは本当に札幌一番のパッケージの中でよく頑張ってるなっていうところですね。というところで本日はこの札幌一番味噌ラーメンの賛否両論の監修の味噌ラーメンですね、いただきました。ご視聴ありがとうございました。